ボルガ川に合流するところにサマラの町があり、その付近でボルガ川が大きな U 字型に曲がっている。ジグリ山海中のボルガ川サマラ曲がりは、サマラ湾局ともいい、ロシアサマラ州にある地形で、北から南へ流れるボルガ川中流が、サマラの町近くで、ジグリ山海に突き当たり、大きく U 字型に時計回りした後、再び元通り北から南へ流れ一路カスピ海へ向かう。 約2 0 0トルの場所を言う。サマラ曲がりでは、上流から自動車工業が盛んな鳥屋地の町を過ぎたところで、南向きから東向きに変わり、世界で最大と言われるジグリ水力発電所。しばらく前は、石油採掘で潤ったジグリオフスクの町、ジグリ山階とジグリ自然保護区、側川の合流点、サマラ州の州都であるサマラの町。 サマラ川の合流点などを通過した後、西へ向きを変え、しずらに周辺で再度南へ向きを変える。サマラ曲がりの写真集。ありがとうございます。